お待たせをいたしました。それでは改めて久間高原町立久間中学校吹奏楽部の皆さんをご紹介いたします。久間中学校吹奏楽部は響きのスローガンのもと、現在は14人で活動をしています。先輩たちが築き上げた伝統をしっかりと受け継ぐことができるよう日々練習に励んでいるということです。今日は皆さんに響きが届くよう精一杯演奏しますということです。指揮は日野大輔先生です。それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。大きな拍手をお送りください。皆さん、こんにちは。僕たち吹奏楽部は、皆さんに楽しんでもらおうと考えながら今日まで日々練習してきました。今日の演奏では様々なジャンルの曲を心を込めて演奏します。そして曲の中では様々な工夫をしているので、皆さんが楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは演奏をお楽しみください。県警音楽隊の皆さんとも演奏したロマネスクです。ゆったりしたテンポで美しいメロディーがよどみなく演奏される曲となっています。演奏している側も演奏を聴いている側も心が落ち着く曲です。そういう演奏ができるように心を一つにして演奏します。それではお聴きください。ロマネスク。
次は1年生の学年合奏です。僕たち1年生はステージャー行進を演奏します。この曲には3つに分かれていて、1つ目は明るいメロディー、2つ目は少し切ないハーモニー、3つ目は切なさを乗り越えた勇気のあるメロディーとなっています。ステージャー行進40奏をお楽しみください。次に演奏する曲はひまわりの約束です。この曲は畑元博が歌っている曲で、映画スタンドバイミードラえもんの主題歌として歌われました。今回はこの曲の悲しい気持ちや切ない気持ちなどを表現して演奏します。ぜひお聴きください。
続いての曲は3年生4人による人生のメリーゴーランドです。この曲はジブリ映画ハウルの動く城のオープニングに流れています。この映画を見たことがある方はハウルやソフィーたちを思い浮かべながら、見たことのない方もイメージを存分に膨らませてどうぞ楽しんでお聴きください。最後の曲は東京スカパラダイスオーケストラの名曲パラダイスハズノーボーダーです。キリン氷結の CM ソングとして使用され、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。さかなクンがバリトンサックスを吹いていましたね。かっこよかったですね。さあ今日は誰がかっこいいソロを吹くのでしょうか。
私たちは一応真相のもと日々部員一人一人が練習を頑張っています。土曜日の延長練習なので合奏をし、ご指導してくださる木野先生や小田先生、いつも支えてくれている保護者の皆様に感謝の気持ちを込めて、これからのアンサンブルコンテストなどに向けても練習を頑張っていきます。私はこの部活を一人一人が自分の道を歩める部活にしたいと思っています。一人一人が自分の道を進み、壁にぶつかり努力して、仲間と協力して壁を越えていくという部活にしたいです。その中でも壁を越えられないときは、日野先生がよくおっしゃっている先生や先輩を使えという言葉を思い出します。壁を越えるのが難しいというときは、誰かの力を借りたり、壁を越えるためのヒントをもらったり、みんなと協力して最高の部活にできるようこれからも頑張っていきます。今日は吹奏楽部の演奏を聴いていただきありがとうございました。以上で終わります。気をつけてくださいね。くま中吹奏楽部の皆さんでした。皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。14人という編成を選びましたけれども、本当に頑張っていい演奏をしてくださいました。くま中吹奏楽部の皆さんでありました。